見る人も見られる人も幸せに医療と福祉のサービス施設老健船橋用チャンネルです。ご利用料金多少室4人部屋についてご説明させていただきます介護老人保険施設では1介護保険負担額1割から3割なお介護保険の負担額には おむつ、紙パンツパッド類定期的に飲まれている内服薬医師の日常の診察等の費用が含まれております。2食費船橋公用は基本1日1680円となります食費については1日のうち1食でも召し上がった場合こちらの費用がかかってきます 3. 居住費370円こちらをご利用者様負担として請求しております。なお、食費、居住費につきましては、特定入所サービス費、負担限度額認定により、負担段階ごとに限度額設定がございますので確認してください。続いて、特定入所サービス費。 負担限度額認定についてご説明させていただきます。対象要件としましては、1、市民税非課税世帯に属していること。2、住所が異なる配偶者がいる場合は、その配偶者も市民税が非課税であること。3、配偶者がいる方は、 夫婦名義の預貯金等の合計額が2000万円以下配偶者がいない方は本人名義の預貯金等の合計金額が1000万円以下ですなお住所が異なる配偶者の市民税の課税状況や預貯金等も勘案されるのであらかじめご了承ください続いて認定を受けるには 申請書に必要事項を記入し、市役所または船橋駅前総合窓口センター、フェイスビル5階へ申請をしていただく必要がございます。その際、通帳等の写しや各口座残高の写し、銀行名、支店、口座番号、名義のわかる部分と、 申請直近の最終残高が分かる部分の写し、定期預金や貯蓄預金等のページがあれば残高がゼロでも写しを添付していただく必要がございます。なお申請をした場合、その月の1日から7月31日までが有効期間となります。認定後は毎年 8月1日から7月31日が有効期間となります。有効期間については、終了前に必ず更新申請が必要となります。各市区町村から更新のお知らせが来ると思いますので、必ず確認をして申請をしてください。申請が遅れると、 軽減が受けられませんので、ご注意ください。続いて船橋公用4人部屋多少室のご利用料金表となりますそれぞれの介護度負担限度を確認の上30日分の合計金額を参照してくださいなお負担限度 2段階3段階の方は先ほどご説明させていただきました負担限度額認定証の対象者となります4段階の方につきましては負担限度対象外の方となっておりますのでこちらを参照してくださいその他の料金としましては先ほどの食費等を含めた基本料金と 施設基準などの共通のものやそれぞれの方に合わせたサービス費として加算ということで介護保険でお支払いをしていただきますまた必要な場合は利美容代や電気代等もお支払いいただくものとなりますこれらを合算すると介護保険等の金額は1ヶ月 おおよそ7万万円円から12万円となっております。こちらに船橋公用では日常生活に必要な洋服や下着タオル義脂ケースや入れ歯の洗浄剤等がセットになりました入所セットのご用意がございますこちらは税込4 9500円となっております これら、介護保険等、介護保険費用等を合わせますと、1ヶ月13万円から16万円のご利用料となります。なお、介護保険一部負担、食費、居住費は、医療費控除の対象となります。次回は、多少室4人部屋、介護保険 2割3割負担についてを動画に上げていきたいと思います。最後に、老犬・船橋公用チャンネル登録お願いいたします。